アイーダ。アイーダは、ジュゼッペ・ベルリが作曲し、1871年に、初演された全4幕からなるオペラである。ファラオ時代のエジプトとエチオピア、2つの国に引き裂かれた男女の比例を描き、現代でも、世界で、最も人気の高いオペラの一つである。また、第2幕、第2場での、凱旋行進曲の旋律は単独でも有名である。 この作品はしばしば、スウェズ運河の開通、1869年を記念して作曲された、あるいは、スウェズ運河開通祝賀事業の一環として、カイロに建設された、オペラハウスの落とし公演用に作曲されたと、入れることがあるが、以下に述べるようにこれらはいずれも正確ではない。エジプトを舞台にしたメジャーなオペラは、モーツァルトの魔敵以来だが、ほぼ無国籍なファンタジーである。 マテキに比べ、国家の工房がメインに据えられた壮大なご当地オペラになっている。ドンカルロの初演、1867年、運命の力の改訂初演、1869年の後、ベルギーの自作検討作業は、パリ在住のオペラ大本作家であり、オペラ座や、オペライコールコミック座の支配人でもあた、カミー・ユ・ディュロクルとの交渉を中心に展開していた。クルは、 様々な儀曲、小説をベルディに送付していた。そのうちベルディが何がしかの興味を示したことが分かっているのは、ウジェーヌ・スクリーブのアドリエンヌ・ルクブルールとモリエール作、タルチュフ、それにロペス・デア・ジャラのエル・タント・ポルス・イエントであった。五二社が喜劇であったことは興味深い。ベルディがそれまでに作曲したオペラ・ブッファは第二作、一日だけの王様。 1840年初演一作のみだったし、オペラブッファというジャンルそのものが19世紀後半のイタリアでは人気薄だったことを考えるとき、ベルディがこの頃なぜブッファを考えていたのかは謎である。人生最後の作品、ファルスタッフ、1893年初演でブッファに回帰する方がが、その20年以上前からあったのかもしれない。このデューロクルの新作交渉とは、 全く別個に、ベルディには、祝典のための作曲依頼があった。依頼元は、エジプトの総督イスマーイール・パシャである。1869年11月の、スウェズ運河開通の祝賀事業の一環として、パシャは、カイロに、オペラ劇場、イタリア劇場とも、を会場したが、その会場式典の祝賀音楽の作曲依頼であり、時期的は1869年8月以前のことで、 ある。その時ベルディは、自分は、普段から、臨時機械用の音楽を書くことには慣れておりません。と言って断っている。結局、1869年11月6日の、劇場のお年では、ベルディの奇作オペラ、リゴレットが、エマヌエーレムツヨのタクトで上演されたが、パシャは、その後、祝賀のための商品どころか、エジプトを舞台にした新作オペラの依頼を、 パリのカミーユディロクルを通じて行ってきたのである。題材として、パシャが用意したのは、考古学者オギュスト・マリエットの表した23ページに、渡る、原案であった。マリエットは1821年生まれのフランス人で、1849年から、ルーブル美術館のエジプト広告に、勤務、1851年からエジプトに渡り、研究を続け、イスマー・イール・パシャの信頼も厚く、 ベイ、1858年、さらには、パシャ、1879年の損傷を与えられた人物だった。このためその名はしばしば、マリエットイコールベイあるいは、マリエットイコールパシャと表記される。依頼が、ベルディの元に届いたのは1870年の春、スエズ運河も開通し、オペラ劇場も開場をした後である。しかしこの経緯が後年になって、アイーダが、 スウェズ運河開通を記念すべく作曲され、といった俗説のルフに寄与することになった。イスマーイール・パシャは、ベルディの作品を愛していたというより、ヨーロッパの大作曲家による、エジプトを舞台とした荘厳なオペラ作品を自分が、統治するカイロのオペラハウスで上演したい、という夢と希望を持っていた。実際、イスマーイール・パシャは、デュロクルに、ベルディが依頼を断ったら、依頼先は、 グノーやワーグナーに変更してもいい。という内容の手紙も送っていた。デュロクルがその手紙の内容を伝えたことで、ベルディのワーグナーに対するライバル意識が弱気され、それまでブッファを中心に新作題材を検討していたは、このマリエット原案による悲劇を真剣に検討することになった。ワーグナーの名を出すのは、ベルディに腰を上げさせるためのデュロクルの作戦だった、可能性もある。また、 提示された原案には、愛と法、国家と個人それぞれの総国が描かれていると、ベルディが感じ取り、創作意欲を刺激されたこと、ヒロインがイーダについては、当時愛人関係になっていたと思われる名ソプラのテレーザ・シュトルツに歌ってもらいたいとベルディが着想したことなども要因として指摘されている。1870年6月にはベルディは、この新作の作曲に、 大枠で合意した。ベルディの提示した条件は、という、もはや十分安定した生活を手にした世界的作曲家でありながら、相変わらず、経済的に抜け目のない彼の特性が存分に発揮された要望であったが、活発なイスマー・イーレッパ社はそのすべてを受諾したのだった。マリエットの原案からアイーダの台本が完成するまでには、 以下のように多くの人々の関与が絡み合っている。1871年、カイロにおける世界初演じには、台本はキズラン層にによると明記され、マリエットへの言及はない。またその後出版された、楽譜、リブレットも、ほぼこれを踏襲している。例外に、フランスで出版された、楽譜等では、マリエットやデュロクルを現代本作家と位置づけている。またこれとは、 全く別個に、1756年に、ピエトロ・メタ・スタージオによって表され、ニコロ・コンフォルティ、1756年初演、ニコロ・ピッチンに、1757年初演、ヨハン・アドルフ・ハッセ、1758年初演など、多くのオペラ作曲家によって舞台化された、エジプトを舞台としたオペラ台本、ニチェッティこそが、本当の原案であり、 マリエットあるいはデュロクルはそれを下敷きにアイーダの台本を構築したのではないかという説も近年では唱えられている。なお、マリエットの原案でアイダに取れ巻き号があるのはそうでなければアイーダと発音できないというフランス語の特性によるものでイタリア国外では今日でもそのように綴る資料、文献も多い。一方、イタリア語ではアイーダと綴れば アイーダと発音できるので、ベルディは常にそのように表記し、カイロ初エンジンの表記もそのようになっている。アイダとアイーダ、二種類の表記の混在はそこから発生した。当作はカイロから移植されたものであったが、異国情緒も盛り込んだ雄大な作品に仕立てられ、そうだと予感したベルディは、19世紀に流行したフランスグランドオペラの様式を応用した。 作技法を駆使しようと着想する。ベルギは1854年にパリからの移植でシチリアの番称翌55年初演を作曲以来、当作の前作にあたるドンカルロ67年初演まで繰り返しパリの劇場からの要請に応えてグラドオペラ様式で作品を発表したが、当時のヨーロッパ文化の中心地であったパリでの 決定的成功には至っておらず、ベルディ自身その点は心残りであったと伝えられる。当作において、作品の性質上、パリでの仕事で学んだ様式が有効と判断した、ベルディは、グランドオペラ様式を忠実になぞるのではなく、グランドオペラの精神に、自らの創意と個性を、融合さた、おそらくは彼にしかなし得ない、イタリア風、グランドオペラを作り上げたいと構想を固め、 作曲を進めた。ベルディの作曲順はほぼ場面展開順であり、彼とギスランツ鬼が唯一後回しにしたのは、第一幕、第二場、神殿で、祭司らが勝利を祈願する場面だった。音楽効果上、ベルディは、巫女の声を祭司たちのそれに重ねたいと考えていたが、ファラオ時代の女性が祭司に加わることが、交渉的にあり得るだろうか、との疑問を持ち、 マリエットに問い合わせを行っているのである。このような宗教儀式への女性の参加はなかったとするのが少なくとも作曲時の19世紀においては考古学上の通説だったが、エジプト考古学の第一人者のはずのマリエットは芸術上の効果を学問上の知見に優先させ、デュロクルを通じてベルディ氏の望まれるだけの数の巫女儀式に加えて、 差し支えないと考えますという返信をしている。こうして、無事に、巫女の声が妻子たちに昭和できることになった。1870年11月には、ベルディの作曲はほぼ完成した。彼は、カイ路初演に立ち会う考えがなかったため、通常は、リハーサル段階で手を入れることができる、オーケストレーションまでを仕上げる必要があったことを、勘案しても、着手からわずか5ヶ月。 台本の初回受領からは4ヶ月で送付まで完成というのは、アイーダのような大規模かつ重厚なオペラの場合、異例のハイペースであり、ベルディの意気込みが感じられる。常日のように、アイーダ回路初演は当初1871年1月に予定されており、ベルディ側の準備は順調だった。しかし、1870年7月に勃発した。 不屈戦争が予期せぬ混乱をもたらした。回路所演のための舞台装置と以上は全て一時帰国したマリエットの監修のもとパリで制作されていたが、プロイ戦軍によって同氏はほぼ完全に包囲され、人手不足も加わって、作業は大幅に遅延、完成した資材もマリエットもパリ脱出不能の状態となり、スケジュール通りの所演は不可能になった。 ベルディ自身この危機的状況をデュロクルが方位下のパリでしたため気球に乗せて送り出した郵便でした。このような事態では上述の契約上、ベルディが好みの歌劇場で初演を強行することも可能だったが、彼はイスマー・イール・パシャの顔を立てる形で世界初演延期に同意、1871年2月に予定していたミラノスカラザでのイタリア初演も1年の延期とした。 カイロでの初演は1871年12月に変更され、イスマー・イール・パシャはベルディに初演への招待状を送った。ベルディは自作初演の際はできる限り現地に赴いて、初演を監督することを習慣としいたが、今回は戦術通り初演への立ち会いはしないと契約時に、明文化していたこと、また、欧州各地の有名ジャーナリストたちも招待されていると知り、 自分の来園が宣伝に利用されることを懸念したことや船旅を好まなかったことから、ベルディは初演には結局出席しなかった。初演は上場の全評判で、エジプト貴族たちのみならず、欧州の上流階級からも多数の予約が舞い込み、本番2週間前には入場券は完売となり、イスマー・イールッパシ社は狂気の伝報をベルディに行ったと伝えられる。 1871年12月24日、カイロにて11ヶ月遅れで行われた書演は予想通りの大成功であった。もっともエジプトの一種の国作として移植されたドーオペラがカイロで失敗するという懸念は甘なかったかもしれない。その頃ベルディは彼自身より少年場と捉えていたスカラザでのイタリア書演に集中する日々を送っていた。 各人物描写は1873年にリコルデ社より出版された舞台指示書に基づく。この指示書は作曲者、ベルディの意向を忠実に反映していると考えられているが、今日の舞台演出は必ずしもそれに従うわけではない。約2時間20分、各40分、40分、30分、30分。 エチオピア軍がエジプトに迫るとの噂が伝わっている。祭り市長、ラムフィスは司令官を誰にすべきかの信託を得、若きラダメスにそれとなく暗示する。ラダメスは、王女、アムネリスに仕える奴隷、アイーダ、実は、エチオピアの王女だが、その蘇生は誰も知らないと、相思相愛であり、司令官となった赤月には、勝利を彼女に捧げたいと願う。アムネリスも、 また彼に心を寄せており、直感的にアイーダが恋敵であると悟り、激しく嫉妬する。国王が一同を従え登場、死者の報告を聞いた後ラダメスを司令官に任命する。一同は、ラダメスに、勝利者として帰還せよと叫び多情する。アイーダは舞台に一人残り、父であるエチオピア王と恋人ラダメスが戦わなければならない運命を嘆き、自らの死を神に願う。 神殿では、勝利を祈願する儀式が行われ、ラダメスとラムフィス、祭司たちの敬虔な歌声に、巫女の声が昭和する。エジプト軍勝利の一報が入り、アヌネリスは豪華に着飾って、祝宴の準備をしている。祖国が破れ鎮痛な面持ちのアイーダに向かって、アヌネリスは、エジプト軍は勝ったが、ラダメスは戦死したと虚偽を述べて動揺させ、自分も、ラダメスを持っていること。 王女と奴隷という身分の相違から、自分こそが、ラダメスを得るであろうことを宣言する。最も有名な場面である。ラダメスは軍勢を率いて外戦する。彼は、エチオピア人捕虜の釈放を国王に願う。捕虜の中には身分を隠したアモナズロもいたので、アイーダはつい、お父さんと言ってしまうが、アモナズロは、国王は戦死し、今や我々は無力と偽りを述べ、 彼の身分は発覚せずに済む。ラムフィスは、アモナズロを人質として残すことを条件に、捕虜釈放に同意、国王は、ラダメスに娘、アムネリスを与え、時代国王にも指名する。勝ち誇る、アムネリス、絶望に沈むアイーダ、復讐戦を画策するアモナズロなどの歌が、エジプトの栄光を称える、大合唱と共に展開する。次のエジプト軍の動きを探ろうとするアモナズロは、 司令官、ラダメスからそれを聞き出すようにアイーダに命じる。アイーダは迷いつつも、ラダメスに共にエジプトを離れることを望み、ラダメスも応じる。だが、アイーダが逃げ道を聞くので、ラダメスは最高機密であるエジプト軍の行軍経路を口にしてしまう。アモナズロは近畿着役して登場、一緒にエチオピアに逃げようと進めるが、愕然とする、ラダメスは、 自らの軽率を食いる。そこに、アムネリスとラムフィス、祭司たちが登場。アモナズロとアイーダチチコは逃亡するが、ラダメスは、自らの意志で、そこに泊まり、捕獲される。アムネリスは、裁判を待つラダメスに面会する。彼女は、エチオピア軍の再起は鎮圧され、アモナズロは戦死したがアイーダは、行方不明のままであると彼に告げ、ラダメスがアイーダを諦め自分の愛を、 受け入れてくれるなら、自分も除名に奔走しよう、とまで言うが、ナダメスは、その提案を拒絶し、審判の場へ向かう。アムネリスは、裁判を司る祭司たちに必死に原形を行うが、聞き入れられない。アムネリスが苦しみも絶える中、ナダメスは、一切の弁明を行わず、黙秘、地下牢に、生き埋めの刑と決定する。舞台は、上下二層に分かれ、下層は、地下牢。 上層は神殿。ラダメスが地下牢に入れられると、そこにはイーダが待っている。彼女は判決を予想して、ここに潜んでいたのだという。二人は、現世の苦しみに別れを告げ、平穏に死んでいく。地上の神殿では、アヌゲリスが、ラダメスの冥福を静かに祈って、巻く。第二幕、第二場で演奏される、凱旋行進曲は、 本作を代表する曲の中でも独立して聴かれることが多いものである。演奏においても劇的効果を上げるため、この部分のトランペットは、アイーダトランペット、ファンファーレトランペットという独自のトランペットで、舞台上で演奏される。この曲は、トランペットのファンファーレと弦楽の掛け合いで始まり、それに、混声合唱が加わり、曲調は一つのピークを迎える。その後、 女性、男性の合唱が畳みかけるように歌われ、主題の導入を迎える。主題1は、トランペットの演奏で淡々と行われ、主題2が来るが、その5層2度上に転調した上に伴奏が一層、派手につき、豪華になる。日本では、サッカーの応援歌として、本曲の主題1が歌われるが、その由来として、中田秀都が、イタリアセリエ A のパルマ FC にいたとき、 同 FC の応援歌に、アイーダの外線更新曲が使用されているのをに入ったことを、自身の HP で語ったことがきっかけである、という風文がある。ただし、実際には、中田秀都氏がパルマ FC に移籍した2001年より前から日本、代表戦などで使用されており、1994年に、ビクターエンタテインメントから販売された。 サッカー応援曲の CD にも収録されているなど、応援歌として、すでに認知されていた。なお、パルマ FC は設立当初は、我らが街の偉人ジュゼッペ・ベルディにちなんで、ベルディフットボールクラブと名乗っていた。第一幕、第二場、神殿の場、第二幕、第二場、凱旋の場などスペクタクル的要素にも富んでいる、アイーダは、 野外オペラ公演において好んで取り上げられる曲目でもある。ベルリは音楽的にエジプト的なものを取り入れようと考えていた。彼はまず楽器士関連書籍にあったエジプトの笛なる記述に関心を寄せ、現物を確認しようとフィレンツェの博物館にまで赴いている。この時はその笛がヨーロッパで当時普通に使われていた羊飼いの 呼びぶと大差ないものであることに落胆しただけだった。ベルリは、作曲にあたって、デュロクルを通して、マリエット米に古代エジプト文化等について尋ね、またリコルデ社にも詳しい調査を依頼するなど、様々な方法を駆使して、エジプト文化についてかなり綿密な時代交渉を重ね、それら知識を咀嚼した上で作曲を進めた。 その後、1870年7月頃ベルディは、外線の場で、エジプト風のトランペットを導入し、行進曲を添えることを考えた。モデルとなったのは、ルーブル美術館に収蔵された唯一の現物、並びに様々な壁画に描かれた長官の楽器であったと考えられる。特注されたこれら、アイダトランペットは、館長約1.2メートルの長大なものであり、 舞台で6本揃えば異国情緒を演出するには十分異様である。スカラザでのイタリア初演を数年間は、これらトランペット6本一組は、アイーダソーフと共に、リコルギ社から各劇場に公演の都度対応され、それを使用することが公演の付帯条件とされていた。このように見せ場も設けながらベルディは彼独自のエジプト音楽を作り上げ、傑作へと昇華させた。異国情緒。 綿密な時代交渉といったこだわりはパリのグランドオペラ様式の延長線上にアイーダがあることを示している。しかし、ベルディの没後1922年になってツタンカーメン王の墓から発見されたトランペット状の管楽器は管長50センチメートル内外の比較的短いものばかりであり、ベルギラの交渉作業も考古学的観点からは不十分だったということになる。 アイーダのスカラザ初演時にはカイロ初演時の前奏曲に差し替えられる形でシンフォニア序曲が付けられる予定であった。これはオペラの各場面から五つの主題を時系列的に構成するものとして作曲されたが結局その曲は放棄された。ヴェルディの書簡にはミラノでのリハーサルで序曲を試みスカラザのオーケストラもその内容をよく理解してくれたが 彼らの技量がしっかりしている分、内容の空想さが明らかになってしまったとあり、簡潔な前奏曲を内容的に上回ることができなかったことが、ベルディがこの序曲を用いなかった理由とみられる。初演から70年近く経た1940年3月30日に、アルトゥーロ・トスカニーニ式、NBC 公共楽団によってこの序曲が初演、放送公演された。1913年、 ベルディ生誕100周年時にサンター型のベルディ親族から同曲の譜面を示されたことを機にトスカニーニは演奏を熱望しついにこの初演時にだけ持ち出しを許可された。しかし演奏直後再び親族の手によって封印されてしまうこととなる。トスカニーニと米国にこの世界初演の功を奪われたことを不快に思ったムッソリーニのイタリアでも ベルディテンの開幕式の一環として、同年6月4日、ベルナルディーのモリナーリ式、サンタチェチーリア国立アカデミー管弦楽団の演奏で、急遽ヨーロッパ初演がなされたオペラファンであったムッソリーニ自身、この演奏会の聴衆であり、一説には、この演奏自体が彼の命令によるという。これらの演奏の後、この曲を指揮したのは、クラウディオ・アバド、 リッカルド・シャイーラである。アバドはトスカニーニ番から楽譜を起こし、1977年にスカラザのオーケストラにより演奏したコンサート形式。一方、シャイーは音楽学者でピアニストのピエトロ・スパーダが起こした番を使用して演奏した。上記の理由により、アイーラでは序曲を使用することを諦めたベルディであったが、年を経た自作のオテロ、 1887年でもシンフォニアを捨てきれなかったのか、一応は作曲している。しかし、こちらも最終的には使用はされなかった。これも社員がレコーディングしている。アイーダを参照。2008年8月のオ大歌舞伎第3部で、野田版愛田姫、愛田姫という題で上演された。作、演出は野田秀樹、出演は中村勘三郎ほか、 舞台設定を戦国時代、斎藤道三が治める美濃に移して、本案、役名も、あ田姫、あいだ、木村ダメ女左衛門の、ラダメスといった具合に変えられている。カンザブ三郎演じる、脳姫、アムネリスの秘伝に主軸が置かれた物語になっている。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。